僕たちガリレオガリレイは北海道にワンワンスタジオというプライベートスタジオを構えています。メンバー4人でいつもそのスタジオに集まり、楽曲制作、アレンジ、レコーディング、ミキシング、マスタリング、音楽制作のすべてを行っています。キャリアのほぼすべての作品はそのワンワンスタジオで制作されています。ただ現在制作中の2枚組のフルアルバムではドラムとベーストラックに今までにないマジックを起こしたいと漠然と考えていました。そこで今回僕たちは作品のレコーディングに北海道にある芸術の森スタジオを選びました。1993年、ビートルズのプロデューサーであるジョージ・マーティン氏監修のもと誕生した伝説のスタジオで、今でも国内外のミュージシャンに愛されるスタジオです。そんなゲーモリスタジオにガリレオ・ガリレイのワンワンスタジオからユニバーサルオーディオをはじめとしたアウトボード、インターフェース、数々の楽器類を持ち込み、約1週間僕たちはレコーディングをしていました。ゲーモリスタジオは木と石でできた唯一無二の響きを持つレコーディングブース、世界に4台しかない希少なコンソール、そして希少なヴィンテージマイクの数々を有しています。しかし今回僕らはヴィンテージなサチュレーションサウンドだけではなく、深みと上質なモダンさを両立できる新しい何かを必要としていました。そんな中、デビュー当時からずっと愛用してきたユニバーサルオーディオ製品を扱うフックアップ社から話があり、ユニバーサルオーディオが展開するマイクロフォン UA スタンダードマイクシリーズをお借りすることが決まりました。新製品である SD3 SD5 SD7、 そして揮発製品である SD1 SP1 を使用し、ドラムとベースのレコーディングを行いました。ガリレオガリレイギターの岩井文人です。というわけで、僕のですね、このスタジオで、ガリレオガリレイのミックスとか、マスタリングとかも行うことがありますので、ここからはこの僕のスタジオで、ゲーモリスタジオでレコーディングしてきたオーディオファイルを聞きながらですね、今回お借りした製品の話をしていければと思っております。で、このマイクたちですね、UA スタンダードマイクシリーズっていうふうに呼ばれているみたいなんですけども、まずね、見た目が可愛いですよ。はい、真っ白なボディで、今までのマイクってこう銀とか黒とか、なんというか環境に馴染むみたいな、そういうね、こうマイクが多かったんじゃないかなと思うんですけども、今回すごい存在感があって、そもそもスタジオにあるだけですごくモダンで、おしゃれな見た目だなというふうに思いました。で、今回のですね、 UA スタンダードマイクシリーズの最大の特徴なんですけども、ヘミスフィアというですね、マイクモデリングプラグインが付属するんですね。で、これ何かって言いますと、マイクモデリングプラグインを使用することで、例えば SD3 なら、スネアに使える、スネアに最適な5種類のマイク、SD5 ならキックに最適な5種類のマイク、そして SD7 ならタムに最適な5種類のマイクっていうのをですね、プラグインの方で後で切り替えることができるんですね。めちゃくちゃ便利ですよね。気圧製品の SD1 も SP1 もですね、 SC1 もそういう、こういろんなマイクのモデリングが可能ということで、これ後ほどね聞いていきたいんですけども、撮った後にマイクのモデルを変えれるっていうのは、ミックスの幅もかなり広がりますし、あとはね、近接効果って言って、そのマイクの距離、だから撮った時のマイクの距離より近づけたりとか、マイクを離したりとかすることができる。すごいですよ。いろんな調整がですね、録音後に聞くっていうことで、かなり便利で、ミックスの自由度も上がるし、よりクリエイティブな作業に集中できるようになるのかなというふうに思っています。ということで、早速なんですが、僕らガリレオガリレイが今制作中の、ニューアルバムからですね、新曲なんですけども、その新曲のドラムとベースのトラックを、芸術の森スタジオで、レコーディングしてきましたので、それを聞きながらですね、このマイクの特徴をですね、ご説明できればと思っております。はい、というわけで、始めていきましょう。新曲のこれね、ロジックのプロジェクトファイルですね、ヘミスフィアをかけていない、
素のもう本当にトリオ島で、ほとんど加工していない、ほとんどというかね、何も加工してないです。ボリュームバランスぐらいですね。で一応マスターの音圧は聞きやすいように詰めてるんですが、ドラムのトラックとベースのトラック、まあ、ゲーム割で撮ったねトラックを聞いていただきましょう。わかりやすいようにイントロのねリズムが割とこうしっかり入ってくるところを聞いていきますね。いきます。という感じで、かなりいい音ですよね。やっぱり、まあ、芸術森スタジオの響きがいいというのもありますが、ちょうどね、意図していたヴィンテージサウンドっぽさとモダンな音っていうのが両立されている音だなと、すでに思います。マイクモデリングのプラグインは入ってないですから。じゃあまずですね、何に何を使ったのかというのを解説していきましょう。キックのマイクに関しては、バスドラムって、中にマイク、キックの中にマイクを入れる場合と、キックの外にマイクを立てる場合があって、今回はこのキックインというのと2つ立ててます。で、両方聞くとこういう音なんですね。で、1個1個聞くと、これがキックインの音。これがキックのアウトの音ですね。で、このキックのアウトの音に SD5 を使用しました。で、こうやって、ヘミスフィアをね、ここに書いてますね。ヘミスフィア。このプラグインを立ち上げると、先ほど説明した通り、いろんなマイクのモデリングができると。じゃあまず SD5 ですね。聞いてみましょうか。SD5 に関しては5種類のですね、キック系のスタンダードのマイクたちが揃っていると。これ今ね、オフってます。なので、これに関しては、まんまの音ですね。これだけでも結構いい音ですよね。うん。それに、例えば、まあ、有名どこだと僕が好きなのは、こちらのマイクを入れてみましょう。すごくキックらしいですね。あの肺が削られた、まあ、ロートね、ミッドが目立った音になりますね。他のマイクにも変えてみましょうか。こういう感じですね。例えばちょっとね、こうハイミッドがこうね、サチュレーションする雰囲気だったりとか、ちょっと歪み感が強い、こうサブベースも強いですね。そういった音になったりとか、やっぱいろいろこうマイクによっての特性をうまくモデリングしてるなっていう印象で、で、先ほど説明したですね、この値を動かすと、見てください。離れたり、近づいたりしてますよね。これいわゆる近接効果的な感じで、マイクを近づけたり、あとは逆にマイクを離したりできるんですね。まずフラットな状態から動かしてみます。徐々に近づけてみますね。徐々に離していきます。離した方が軽い音になって、近づけた方が、重たい音になります。じゃあ極端に言ってみますね。このようにですね、撮った後でも距離を変えることによって、もう少しローが欲しかったなとか、
もう少しスッキリさせた音にしたかったなというのが変更できると。あとこのアクシスですね。このアクシスっていうのは、例えばこうやって何かの音がこっちに向かって、そっちに向かって鳴るとしますよね。でそこに対して普通はこうマイクを当てるんですが、こういう風にちょっとずらしてみる。こっちの方向に音は飛んでるんだけど、こういう風にこうね、マイクの軸をずらしてみることによって、変わった周波数特性が得られるっていう、仮想的にこのマイクの軸をずらすっていう、そういったものになります。ここの音とこの音ちょっと分離悪いんだよなって時とかに、まあ、ちょっとずらしてあげると、もしかしたら周波数特性がこうずれて、逆に抜けるみたいなね。SD5 だけでもだいぶいろんなことができますよね。あとは、まあ、スネア、こちらスネアのボトム、ボトムなので、スネアのこう下にね、立てるマイクですね。スネアがこうあったとしたら、スネアの下に当てるマイクと、スネアのトップ、この曲をレコーディングするのだって音をかなり暴れた音にしたかったというのもあって、コンプレッサーをかなりかけてるので、すでに荒い音ですが、スネアのトップに狙った音、まあ、スネアがあったら上からこうマイクを狙ったね、そういった音になります。で合わせるとこんな感じ。こちらのじゃあヘミスフィアの音プラグインをつけてみましょう。 SD3 今までの音ですね、バイパスしてます。SD3 まんまの音がこんな感じで、これにヘミスフィアをつけてみます。ハイハットも、SD3、こちらなので、同じようにね、こういったマイクの種類になります。そして、シンバルですね、シンバルには SP1 を使用しました。はい、SP1 のモデリングマイクのね、数も5本、他にはこちらフロアタムですね。フロアタムには SD7 を使いましたので、やっぱ有名なクジラのマイクとかね、この5種類のマイクで、タムの音をいじれると。これが、まずは SD7 のまんまの音ですね。こちらにヘミスフィア入れてみましょう。で、ハイタムもね、同じマイクなのでちょっと割愛しましょうか。このオーバーヘッドとアンビのマイク。こちら、UAD のマイクは使わず、いわゆるヴィンテージのマイクをですね、使いました。この時点でわかるのは、やっぱりこうね、ヴィンテージのマイクの方が、サチュレーション感を感じてもらえると思います。なので、モダンな UA スタンダードマイクロフォンシリーズと両立させていくと。そして続いてはベースですね。ベースって、ベースアンプから音を鳴らすのと同時にですね、この DI っていうのは、ベースから直の音、アンプとそのベースのその信号をミックスするっていうのがね、ライブだったりレコーディングの現場でね、よく行われることです。アンプより DI の方が距離が近いので、こう後でですね、距離を変えたかったりとか、するときに役立つんですね。その音はこんな感じで、それにアンプの音がこう、他にもですね、
アンプを別のマイクで撮った音だったりとか、DI の音を歪ませた音があったりしたんですが、まずはこのね、スタンダードなベースの DI の音と、そして UAD の SD 版を使用してレコーディングしたアンプの音。まずは SD1、スノートです。という感じで、そもそもねこの新曲でかなりベースの音を歪ませていて、すでに冒険している音なんですけども、かなり荒々しい音が、ヘミスフィアを使ってねこうヴィンテージ系のマイクに行ったりすると、まあ、より歪み感がね、顕著に出るなという印象でしたね。はい、というわけで、いろいろ聞いていただきましたが、今はねこう素の音と単体の音を聞いてもらいましたが、じゃあ僕的にですね、こうレコーディングが終わって、実際にねスタジオで音を聞いてみて、もう少しこうすればよかったなと思った点を修正していきたいなと思います。まずはキックの音ですね。まあ、こんな感じで、自分的にはですねもう少しこうローがね、ローの音が欲しいなというふうに思いました。なので、このキックのアウトの音にこうね、サブベース感もあって、歪み感のあるこの音色にしてみましょう。でさらにはこう近接効果で、ロー感を足してみます。ちょっとこれやりすぎですね。はい、やりすぎなので、マイクを変えます。これぐらいいっちゃってもいいかもですね。このかなり音圧のある感じにしましょう。で逆にスネアはキックと分離させるためにヴィンテージっぽいですね、上の帯域がちょっと歪んでいくような、まあ、そんな音にね、できたらいいかなと思います。うん、このマイクなんかがこうスナッピーの音が結構目立つんじゃないかなと思います。次スネアのトップ上から狙った音ですね。やっぱ上にマイクがあるだけあって、結構ハイハットの音も入ってるので、ハイハットの音も目立つように、まあ、少しロー感が少なくなったらいいのかなと思いました。なのでちょっとこう話しましょうか。これがなしです。これがありですね。ちょっとなんか変わった音な感じがするので、このあたりがハイハットを目立っていいんじゃないかな。続いてハイハット、やっぱりこれいいですね。ハイハットが上の方に行って、単体で聞くといい感じがするけど、まあ、全体で聞くとあまり良くなかったみたいなパターンっていうのはよくあるので、こうやって全体を鳴らして聞くといいですね。これねシンバルなんですけど、思いっきりいろんな音かぶってるんですね。なのでシンバルがより目立つ、そんな音色にしたいと思います。これが良さそうですね。これも結構離しましょうか。でこれはタムですね。うん、これがすごいタムらしくて好きです。ハイタムも同じ設定で、統一しましょう。ドラム全体で聞きますね。
れだけでもだいぶ違いますよね。いやこれすごいな、想像の5倍ぐらいすごいです。本当にトリオト段階での違いみたいなのにかなり近いので、相当しっかりモデリングされてるなっていう印象ですね。これは本当にすごい。ベースももう少しね、ちょっとローが欲しいなと思ったので、ローを感じるマイクにしましょう。このあたりにして少し近づけてみましょうか。これでじゃあドラムとベースで聴いてみましょう。というわけで、UA スタンダードマイクシリーズいろいろね音聞いてもらいましたけども、やっぱりこういうマイクモデリング系のマイクというのは、まあ、かなりフラットな音の印象だなというふうに、思いました。またフラットだからこそそこにですねヴィンテージっぽいサチュレーションを後で付加したりとか、音像の選択がしやすいのかなというふうに思いましたね。あとやっぱり本当に素晴らしいのはやっぱりね絶対あるんですよ。そのレコーディングスタジオでめちゃくちゃいい音で撮れたって思ったとしても、正直もう少し冒険して、暴れた音にしてもよかったなというふうにも思いましたし、まあ、それをそのレコーディングの後にミックスの段階でいろいろできちゃうっていうのはかなり、まあ、果てしない作業になっちゃうんですけども、とことんこだわりたいっていう人は、まあ、どこまでもこだわれる、そういうプラグインなのかな、そういうマイクなのかって、思いました。今日聴いてもらった楽曲以外もですね、このマイクでレコーディングたくさんしたんですね、うん、まあでも結局プラグインの方でいろいろ音を変えれるので、まあ、きっと皆さんが作品をね聴いた時にはそれぞれの楽曲で全然違う世界観が、音像があると思うんですが、まあ、そのね、全部このマイクを使ったんだっていうふうに思って聞くとですね、まあ、面白いんだと思いますし、まあ、きっとこれまでにないですね、新しい実験ができるんじゃないかなと思っておりますので、今日紹介した UAD 製品ともにですね、ガリレオガリレの新しい作品も楽しみにしていてくれると嬉しいです。実は他にもですねいろんな製品を試して、実験しているので、それもまたねどっかのタイミングでお届けできたらなと思っておりますので、そちらも楽しみにしていてくれると嬉しいです。というわけでまたお会いしましょう。ガリレオ・ガリレイでした。